お疲れ様です。コストコ情報部です。このチャンネルでは、チラシがないコストコで少しでもお買い物の力になりたいと思い動画を作っています。今回は人気が止まらない秋冬限定商品と定番商品のレビュー4点です。それではどうぞ。まず最初にご紹介するのがペンネサルサディノーチです。デリカコーナーの期間限定商品です。サルサディノーチとはイタリア発祥のソースで、くるみのペースト、油、チーズなどを使ったドロッとしたソースというよりオイルソースな感じです。電子レンジの500ワットで5分加熱してから少し混ぜて、もう一度レンジで10分ほど温めたら完成です。くるみの香ばしい匂いが食欲をめっちゃ刺激してきます。味は特にくるみソースの味がするというわけではなく、ベーコンの塩気や熟成したオリーブのあっさりした感じなど具材の味がメインです。なので具材とペンネを一緒に食べるのがおすすめです。量は 3,4 人前ぐらいあるんですけど、女性2人でもペロッと食べれるくらいすごい軽いです。全体的にあっさりしているので、なんか物足りないなーって感じる人はタバスコがおすすめです。タバスコの辛みと酸味がプラスして結構パンチがあります。味がはっきりしていなくて癖もないので誰でも食べやすい商品です。続いてご紹介するのがエンジェルトマトです。トマトの中で 1,2 を争う人気商品です。産地はメキシコで、非遺伝子組み換えです。こちらは海外の北米で野菜の栽培を行っている会社の商品です。甘いトマトを作るために温室での栽培や一つ一つ手で摘み取るなど手の込んだ栽培方法で育てています。その努力の結果、このトマトは結構甘いです。酸味が控えめで青臭さもないです。トマトが苦手な人に多い熟々感もないので、割と誰でも食べやすいと思います。お弁当に入れても、皮が少し固めなのでべちゃっとすることもないです。保存はジップロックに入れて冷蔵庫に入れるだけという雑な保存方法ですけど、1週間以上経った今も特に見た目や味に変化はないので日持ちはすると思います。 908g と量が多いので一人で食べきれるかなーって不安だったんですけど、安心して消費できそうです。続いてご紹介するのがロメインレタスです。コストコ野菜の定番品です。白菜っぽい見た目が特徴のこのレタス、普通のレタスと大きい違いが1個だけあるんです。それが栄養価が約2倍、ビタミン類、ベータカロテン、葉酸などの栄養素は一般的なレタスの約2倍です。食物繊維もたっぷりなので、お通じに悩んでいる方には特に嬉しいですね。焼いて食べてみたんですけど、シャキシャキ感も残ってて美味しかったです。これ冬にこそ買うべき商品だなと思いました。冬に生野菜を食べると体が冷えるからすごく苦手なんですよね。ダイエットや健康を考えると野菜は食べなきゃなとは思うんですけど、体が冷えるのも良くないし、でもこのレタスなら焼いても程よいシャキシャキ感で美味しく食べられるので、冬でも変わらず野菜を食べられるのがいいなと思いました。特に苦味や癖もないので生で食べても美味しいです。最後にご紹介するのがシマスリミアジアゴです。秋冬限定でコストコでしか買えない商品です。アゴとはトビウオのことです。九州では呼び方が違うんですね。保存料や調味料不使用、卵も不使用なので、アレルギー持ちの方でも食べられる体に優しい食品です。焼いて食べてみたんですけど、カリッとしててもっちりで美味しかったです。塩コショウなどの調味料は入れずに焼いてみましたが、素材の味がしっかり感じられて、これはこれで美味しいです。七味マヨと食べるとお酒が欲しくなります。お味噌汁に入れてもふわふわなお団子みたいな感じでおすすめです。
味や食感はかまぼこよりさつま揚げの方が近いです。加工日から3日しか持たないので冷凍庫で保存するのがおすすめです。小分けにカットしてプレスで包んでジップロックに入れています。袋の上からカットができるので包丁が汚れたりくっついたりしないのですごく便利でした。値段的に安くはないんですけどクオリティは高いので一度も食べたことない人にはぜひ食べてほしい商品です。いかがでしたでしょうか。個人的に推しているのがやはり島すり身アジアゴです。うん、これは評価が高いのがよくわかります。味のクオリティだけじゃなくカットしやすいように工夫されているのが素晴らしいなと思いました。コストコでしか買えない商品なのでコストコユーザーの方はぜひ試してほしいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。